今年どうなるか、結構大変なことが起こるだろうと。それではこの夏の熱中症予防のポイント、ここに3つ挙げました。救急搬送、マスク、自粛生活の3つになります。救急搬送、2年前、はい、2年前の暑い夏、熱中症で救急搬送された方何人ぐらいいたでしょうか。6万人くらいですか。6万人、はい、もっと95,137人、まあ、多いなと、いっぱい救急搬送されてるんだと、まあ、そう思っていただければいいんですけど、今年どうなるか、結構大変なことが起こるだろうと思います。新型コロナウイルスで肺炎になった、肺炎になるとどんな症状が出ます。はい、呼吸が苦しくなったり、熱が出たりと、はい、肺炎になると熱が出ますよね、はい、熱中症も重症の熱射病が疑われる場合には体温が高くなります。少しでも早く体を冷やして、そして救急車を呼びなさいということを言っているわけですが、救急車を呼んで耐える人が体温が高い、この時に新型コロナウイルスの肺炎なのか、熱中症で体温が高くなっているのか、区別ができない、こういったことがたくさん起こると思うんです。熱中症であればすぐに病院でさまざまな緊急治療をしなきゃいけないんですが、新型コロナかどうかということをしっかりと確かめないといけない、もしくは熱中症が強く疑われる患者さんでも新型コロナウイルスによる肺炎として治療をしなければいけない、新型コロナウイルスかどうかを確かめるための抗原検査や PCR 検査をその前に行う、こういった状況も考えられます。そして患者さんを治療する前にしっかりと防御をして治療しなきゃいけない、こういった状況も今年の夏は起こります。でさらに医療がかなり逼迫した状況になっている、そういった場合には救急車の受け入れ自体がなかなかスムーズにいかない、こういったことも今年の夏は起こりうる、考えられるんです。だから救急搬送されるような熱中症になってはいけない夏だということを頭に入れていただきたいと思います。そして2つ目、マスクです。みんなが飛沫が飛ぶような状況ではマスクをしてくれています。しかし暑い夏、本当にマスクなんかしてられねえや、こういった状況にもなるかもしれません。マスクというのは熱中症を予防するため この体温調節を妨げる可能性があります。この呼吸も体から熱を出してやる、これに重要な働きをしています。ですからこのマスクをどうすればいいか、これも大きなポイントになります。厚生労働省でも今年の夏の熱中症対策ということで、いろんな指針を出しています。一つは屋外では密な状況でなかったらマスクは外してもいいですよ、厚生労働省も言ってくれています。このことをぜひ知っていただいて、多くの人にも理解していただいて心がけていただきたいと思います。熱中症にならないために一番大事なことは、しっかりとこまめに水分補給をすることです。コップ1杯でいいから定期的に時間を決めて飲むということが大事だということもお話ししました。そしてその時に同時に冷たい水で顔を洗う、これも私は効果的なんじゃないかなと思います。新型コロナ対策にもなって、そして熱中症対策にもなります。また厚生労働省でも今年の夏から熱中症警戒アラートというのを出すというふうに言っています。特に注意しなさいよっていう、こういったことが発表されますので、そういう時にはよりこまめにマスクを外して水分を補給をして顔を洗ってて笑う、これをぜひ実行していただきたいと思います。最後のポイントですが、自粛生活、今年はこの春先から体をなかなか動かしてない、体力を持ってる、こういった方が多いと思います。こういった状況だと熱中症になりやすいということも頭に入れておかなければいけません。家にいるときは冷房をかけて、確かに熱中症の予防にはなります。しかし気をつけなければいけないのは、人間の体というのは暑さに慣れることがある、だん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 暑くなる、それによって、少し暑いのに慣れていく、一番暑い8月よりも急に暑くなった7月の方が熱中症の搬送件数もまた亡くなる方の数も多いという特徴もあります。暑さに体を慣らすということも熱中症を予防するために大事なことです。そして夜暑かったらためらいなく冷房を使ってほしいと思います。夜寝てる間に汗をいっぱいかいて脱水状況になる、そして特にお年寄りはこの暑さを感じにくくなりますから、そのまま放っておくと
朝起きたら熱中症で亡くなっていたと、こんな事例もたくさんあります。ですから夜はですね、暑かったら冷房はためらいなく使っていただきたいと思います。もう一つ大事なことは、寝る前にコップ一杯いいですから水分補給をしてほしいと思います。これで熱中症がある程度予防できます。今熱中症で亡くなる方、65歳以上の方が8割を占めるんですね。ですからこの今日私が話したこの知識の中で、もう熱中症になることあるんだよ、だから寝る前に注意するんだよ、マスクを外して同時に水分補給をする、こういったことをぜひおじいちゃんおばあちゃんに伝えていただきたいと思います。知識を持つというのがこの予防には一番大事なことですから、この熱中症の知識をしっかりと持って、そしてコロナにも熱中症にも打ち勝っていきましょう。チャンネル登録とグッドボタンお願いね。頼むよ。